はい、それでまず様子は変わりない。ちゃんと食べて、ま、うんちもおしっこもちゃんと出てます、はいはい、はい、じゃあ身体検査してからね、冷たく訪問して。ワクチンが1個ね、はい、打たなきゃやつなんですよ。あ、はい、ディステンバーの今後、はい、はい、ちょっと待ってます。だから、熱とかなければ、はい、またさせてもらっていいですか。朝ご飯食べてます。そう、食べた方がいい。あ、血液検査は食べてない方がいいけど、はい、ワクチンはちゃんと食べてから打った方がいいですね。はい、はじめちゃんごめんね。そう、はじめちゃんごめんね。これ食べてね。ごめんよ、ちょっと頑張ってるよね。はい、どうぞ。はい、いや、言えながら食べてくれました。これをちょっと歯磨きペーストをやりながらやってきますね。そうそうそう、多少なんか顔がつくような気がするんで。ごめんね。えらいじゃん。9.2、 平熱が8度5分です、はい、9.2 度ほど熱です、はい、でもこんだけ震えてれば上がります、はい、あれくらいが。で、脈がしっかりしてますね、はい、だから次調子今泣いてないから、もう大丈夫だよ。呼吸の音と心臓の音をね、もう大丈夫大丈夫。あ、ダメだ、ちょっとわかりません。じゃあ爪と、うん、ワクチンは打てれるから打ちましょう。ディステンバーの今後は、それから爪とこう合わせてね。爪と肛門線ね、これがちょっと嫌がるだよね。でも散歩は行かれてるんですよね、それなりに。毎日平均1日何分ぐらい行ってるんですか。30分。最近はちょっと走って大丈夫大丈夫だよ。散歩でちゃんと言ってる子は削れてるんだよ。大
丈夫、大丈夫。違うね、うん、左の方がよく蹴るのかな、後ろ足、後ろ足なんか右と左の伸びが違う、マジで森川さんだよ、肛門線いきますよ、さあ、じゃあもう一回ご風呂屋に終わろうか、はい、ごめんごめん、はい、じゃあ最後森子さんだったよ、森子さんだったよ、ごめん、何だ今度は、森子さんだったね、お邪魔して、はい、すみません。